ボールブローク城は、イングランドのイーストサセックス州、ハートフィールドの村の北側に位置している15世紀の城館、ハンティングロッジ。ハンティングロッジは、狩猟小屋の意であるが、貴族などの別荘を指し、山荘などと訳されることのある、ドイツ語のヤークトシュロスに相当する概念である。この建物は1953年に指定建造物、グレード2に指定されている。内部は、有料で公開されており、宿泊施設としてもサービスが提供されている。建設されたのは、1480年頃である。ヘンリー・パッセイは、ここに近いアッシュダウンの森で、野生のイノシシや鹿の狩猟を行う際に、ボールブロークに滞在したと言われている。当地は、ヒーバー城から5マイルほどしか離れておらず、暗風林を口説いた主な場所であったと考えられている。この建物は、2008年の映画、ブーリン家の姉妹のロケーション撮影に使用された。敷地内には、ボールブローク城、ミニチュア鉄道が設けられていた。ボールブローク城、ミニチュア鉄道は、ボールブロークキャッスル&レイクス鉄道ともいう7+14 インチの鉄道で、ボールブローク城の敷地内を走っていた。全長はおよそ2+12 マイルあったが、一般客に公開されていたのは、その一部だけであった。2012年に所有者が死去したために閉鎖された。残された関連施設や設備は、ボランティアや新たな所有者たちに分配された。北緯51度07分10秒東経0度06分24秒。北緯 51.11944 度東経 0.10667 度。51.11944 0.10667。ありがとうございます。